はい、どうも、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でございます。久しぶりの 2,3 日ぶりかな、忘れちゃったけど、はい。ということで本日も人生に役立つ情報を配信していきたいと思います。教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。はい、本日のお題を早速読んでいきたいと思います。大きな失敗をしたくなければ、前もって小さな失敗をしよこう。こちらを今から読んでいくぜ。大きな失敗を避けるにはどうすればいいか。それは前もって小さな失敗をしておくことです。結局失敗が必要ではないかと思いますが、その通りです。一つも失敗しないで大成功を果たそうなんて都合の良すぎる話です。それができれば誰も苦労しません。仮にあったとしても、運と縁と才能に恵まれた珍しい話であり、誰もが簡単に実行できることではありません。だからまず小さな失敗をしておく。大きな失敗ではなく小さな失敗であることがポイントです。小さな痛みで済んだり、普通に謝って済んだり、やり直しができたりする程度がいいでしょう。小さな失敗を通して物事の全体像が飛躍できたり、手応えがつかめたりできます。なるほど、こういうことになってしまうのか。それならこう改善すればいいな。今度は気をつけよう。改善点が得られたり、大きな失敗を避けるために小さな失敗をするという考え方です。結果として大きな失敗を避けることができます。小さな失敗は傷も小さいので苦しみも一時的で済みます。大きな失敗を避けたければ、日頃から積極的に小さな失敗をしに行かなければなりません。最近小さな失敗をしたのはいつですか？取り返しのつかない失敗をしたくなければ、日頃から小さな失敗をしておくことが大切です。小さな失敗をしておけば大きな失敗を防ぐ確率も上がります。今日の格言、大きな失敗を避けるために前もって小さな失敗をしておく。なるほど。確かにね、小さな失敗をコツコツ積んでいけば大きな失敗にはならないでしょう。何も失敗もしないで順調にカーンって上がっていけるような人生があったらいいですけどね。はい、まあそういうことです。勉強になりました。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とコメントの方もお待ちしております。それでは今日はこの辺でドロン。